役員報酬年間1200万円で70歳を超えていますと、年金受給は可能か不可能かということなんですけど、これはそうですね、前提として役員報酬って書いておられるので、法人の、代表取締役様とか取締役様で役員報酬を受け取られて、常勤で働かれているので、そういう状態をね、前提としますけれども、70歳超えているということなので、70歳以上被用者該当届もね、きちんと提出がされているという前提で答えますと、これは例えばそうですね、役員報酬の年間総額は1200万円でもですね、これはもらえる人ともらえない人が、年金、老齢厚生年金もらえる人ともらえない人がいますね。報酬の設定によるというのが正確な答えになります。ほとんどの方はね、もらえないような設定で受け取られると思います。あとは時々誤解がありますけどね、老齢基礎年金と経過的加算部分と言われるものは、これは役員報酬がいくらであってもですね、全額受けることができます。ご注意いただきたいと思います。